よし、絶好調に。こんばんにゃ。今日もめっちゃ学び大きい日でしたね。今日はたくさんなんかいいことを学んだ一日でした。で、何から言おうかな。今日のそう、朝の鴨明さんのオンラインのお題はどこでもドアね。昨日なんかドラえもんのなんか欲しいアイテムはなんかみたいな感じだったんですかね、昨日は。うん、でちょっともう何言ったか覚えてないけど、今日はだからどこでもドアを2回使えますと、今日、何に使いますかみたいな感じで、でまあいろんな人がね、いろいろコメントをして、でこれ鴨明さんがね、まあ、俺最近ずっとね考えて答えが出ないんですよね、いつも。だからもう架空のことを言ったりとか、なんかするんやけど、 でも鴨明さんも YouTube で言ってましたね、その相当みんな考えてるって。その考えることもいいし、ねとか、なんか俺がまあ、これひとりさんと一緒で、どっか俺が言ったこと聞いてましたっていうような。でも大抵この今オンラインの皆さんの波動がそういう感じなんでしょうね。みんな考えて考えていいことを書こうってみんなが努力して、脳を活性化させてるんでしょうね。だからそのなんか波動というか思いが鴨明さんにつながって、みんな考えていいよってね、考えて出してくださいって、言ってたんでね、おーってなんか面白いなと思ってね、人の想念っていうか思いっていうのはやっぱ通じるんですよね。でその、どこでもドアを開くのに俺今日なんて言ったんかな、あらどこでもドアまでは書いちゃうけどなんて言ったか書いてないな。ドア、あ、思い出した。もうこれもうね、でとにかく昨日なんかシンプルにもう同じ内容でもいいから、もうプラスな、ね、言霊と、笑顔で生き抜くって言ったから、それにもう関連することにもつけたらいいんですよね。そんな感じで昨日はもうなんか悟ったんやないけど、もうそれでいいやって、で今日はそう思って書いたことはもう僕の人生そのまんま、行き当たりばったりなんですよ。計画はないっていうとなんか嘘になるか、一応ね、いつも言う3つの計画はあるんでね、会社の計画と、ただ言ってるだけ、もう執着も何もない、ただ言うだけ、もうなんか思いついたらポンって言ってるだけ あの目標と、あとは、今世最後のね笑顔で終わるっていう、この本当のこれが本当の目標、この目標を言うだけで別に計画も何もないし、ね、世の中の成功法則みたいなきちっとしたそのなんか書いたりとかそんなのも何も、あ、書くのは適当、あ、書くのはロッカーの中に書いてるかなんか書いてるんですよ。もう全然ただ思いついたのを書いてる、で前も言ったようにこのただ思いついて執着も何もなしに書いたことが結構じゃ 100% の確率で、あの成功っていうかね、目標達成してるので、違うで、どこでもドア、あ、そうで、それに書いたのは行きたいところはないと、ね、行きたいところがないのでもうドア開けたとこ勝負で、目の前に来たことを楽しくしますと、まさに僕の人生そのものですみたいな、書いたらね、あのコメントにそれ面白いですね、新しいですねみたいな感じに書いてくれるコメントがあったので、でももうそれになれたらそれの方がワクワクするんですよ、ね、これはもうその人のタイプで、計画立ててこうすごい未来が見えて、ああこれに向かっていくんやってワクワクする人はもう絶対それやし、もう俺みたいにそうやって目標を立てて計画していってたら、ね、だんだんテンションが下がってきて、なんかこの目標面白くねえなみたいな感じにね、ほんとなってしまうんですよ。ね、まあ、それでももうそうなった時はもう最後までやり抜くんやけど、でも一番ワクワクするのはもう出たとこ勝負、
目の前にポンとやってきたハプニングを笑顔とねプラスな言霊で、もうこの言い方が一番しっくりくるな、やり過ごすやり過ごすとなんかめっちゃドキドキワク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 なんか楽しい、でなんかその後にね時間差でなんかすごいご褒美が来たりするので、それはめっちゃ奇跡が起こったように思えるし、そういう俺は人生ですね、だからなんか世の中のね、なんかきちっとした成功法則ではないけど俺の中の、出たとこ勝負の成功法則みたいなです。で今日ね昼にちょっと朝の笑う1分間笑うグループのね、人たちでちょっと昼間ねあのガンサバイバーっつってあのガンなんでそういうネーミングなんかよいちまいちよくわからんけど、まあ、がんになってる人でめっちゃ明るいね前向きな人がいて、その人ががん患者の人たちをね集めて、なんかやってるグループがあるんで、それにねちょっと顔を出して、そこでねやっぱすごい井上さんって、まあ、朝の笑う1分間のね1分間笑うそのグループをの主催者の人がね、あの僕はそのマルカンのね、そうひとりさんのね青汁を広めるっていうのをね、見てくれててね、マトちゃんいいね新しいね目標がっていうかねそれができたねみたいな感じで、ほんであのもう本当すごい人なんでね、これは確信やなと思って、物を売るんじゃなくて人を売りなさいとね、あなたを売りなさい、それかその人を売りなさいって、 でそれに、ね商品じゃなくてそれに人がついてくるみたいな感じで、あもうなんかその通りやなと思ったのは、だからそんなマルカンって商品のことあまり言わないんです、ひとりさん大好きって言ってるんですみんなひとりさんを前面にみんなが押し出して、でそのひとりさんが大好きって言ってる人たちがその青汁を買うんですよ。あだから井上さんが言ったときもうなんかうわそのまんまやなってなんかちょっと感動してね、で、うん、俺はいつもパターンが先に信用買いして後でお金が回ってくるっていうパターンがほとんど、なんでね、それ考えたらそのね、このくらいの金額とかね年収1000万、まあ、年収1000万っていうのもまあ6課に書いてるけどね、お金は大事なんでそうやってまあそう書いてます、で書いてるけど、やっぱひとりさんの青汁を広めたいんですよ。ひとりさんのものをみんなが飲んだらみんなが使ったら絶対健康になるっていう、俺が健康になったからみんなが絶対健康になるっていう確信があるから、それを広めたいんですよ。ただみんな健康になるじゃないですか、健康になると幸せになるじゃないですか、でそれを広めたらだからお金はまあ自動的に回ってきますよね、うん、それこれが俺の中のもう本当に確信っていうか、うん、ですね。でただそのひとりさんの青汁を広めるのにまだ俺の中でそのマルカンの人たちがあの熱の入れようでひとりさん大好きっていうあの熱になれるのに、なれるのがね、だって本当に青汁は買って飲んでるしなんやけど、そのグループにやっぱ慣れてないので10年間付き合いがあるのにほぼほぼその集いにはあまり行ってないというねちょこ年に1回リハビリで行って、うわーすごいなやっぱりみたいなね、やっぱ団体行動しか集団行動できんな俺みたいなもうめっちゃ無理して、はっちゃけてで帰ってはぁってそうだけど俺本当よくね、俺は俺でその笑ってねこうやって笑いヨガやったりしてテンション高いですねって言うけど、いやいや福岡にいるひとりさんのね、代理店の総塾長さんは俺の100倍テンション高いよってもう全然俺なんかかなわないぐらいすごいですね、やっぱあっこにかなうところはないなね、
ニコニコな、ニコニコ界天使のお店やったから、お店かな。すみません、まだちゃんと言えなくて。そこはなんか俺が本当見た中で、うん、朝の笑う1分間もすごいけど、でもやっぱあそこに勝るところはまだない。すごい。神、神やな、神。神。うん、いろんなことが、わからん。なんて書いてるかわからん。いろんなことが起きるけど、あ、そうね。あ、ほんでそのお昼のあの井上さんたちと話してて、あのすごい悟りをね、あの追求、一生を追求するって方もいて、ああすごいなってやっぱね、で井上さんもやっぱそうっつって、ああそうで、悟りっていうのももう本当にそこにいたら、10人いたら10通りの悟りがあると思うんですよね。もう俺はもうね、悟ったっていうか、もうとにかく今さっき言ったね、目の前にやってくることをプラスな言葉と笑顔でやっていくっていうね、だからいろんなことが来るんですよ。いろんな負荷が、そのマルカンのね、青汁を広めたい、ひとりさんの青汁を広めたい、じゃあプレッシャーとかね、ちょっとざわつきがないのかっていうと、ないことはないけど、でもそれがそういうざわつきとかプレッシャーとか、なんか圧が上がれば上がるほど、ね、どんだけ笑顔でいれますかっていう試験ですからね。それさえしてれば俺の中ではもう OK なんですよ。うん、こうちょっと話がね、横にこう本当どんな理不尽なこと、が起きようが何しようが、その時に笑顔になったら俺の勝ちなんですね。ここだけは勝ち負けで言うと、前もちょっとね、スポーツ関係でね、あれはないでしょうって、俺はあれ耐えれませんって、その林さんはいいかもしれんけど、 俺はなんか許せないですみたいな、あれはないですみたいなことを言われた時に、ありがとうございますってね、俺のことでそんなにね、あの感情を出してもらって本当ありがたい、ありがたいですよって。ただね、俺あの時ね、いや OK ですよって笑顔で言えたら、もう俺はあの時点でもう俺の勝ちなんですよって。で、勝ちっていうかね、勝利宣言をその時にあげる時は、だから神様にね、もう本当空見上げてね、笑顔でね、これあんだけのことがあったけど笑顔になれたよってね、報告するんですよ。それが勝利宣言ですね、俺の中の。いつもなんか、うん、とんでもないことが起きた時に笑顔になれた時に、その時に本当に神様と会話する。わろたでってこんなことでも俺はわろたでってで言うと、その後にちゃんと神様はようやったって、ようあの時にお前笑顔になれたなっつってご褒美をくれるね、そういう感じになってるので、俺の中の悟りはやっぱりなんか、いろんな試験がやってくるけど、笑顔でさえいれば必ずいいことに変換されるね、それが俺の悟ったことかな。だからその悟りをこれからも一生涯やり続けますね。だから、一番言いたいのは、だから本当ね、相当楽なんですよ。だって何があっても笑顔になったらもう OK ですもん、俺の中の。まあ、悟りっていうか、ルーティーンっていうか、一生涯やっていくことが。こんな楽なことはない、こんな簡単なことはない。だって、ね、まだまだ筋肉は、表情筋は、俺の意思の方が勝ってるんでね。ああ、この表情筋がもう重力に負けて、勝てなくなった時は、まあ俺の一生が終わる時なんでしょうね。よし、そんな感じで。よう喋った。14分も喋ってる。ね、偉い。よし、ひとりさんの言葉。命令するより指導する。競争するより協力する。みんな仲間だから。上から一方的に命令するよりもよく教える。その方が手間はかかるけど、結果はうまくいきます。みんなを競争させると結果がうまくいくような気がしますが、違います。みんなの仲が悪くなって結局はうまくいかない。競争するより協力する。その方がのんびりしているようだけれど結局はうまくいく。やっぱり人間はみんな仲間だからね。 OK ね。
そう、俺も競争はね、ない。俺の中でね、競争はない。今さっきも言ったように、勝ち負けはない。勝ち負けはあんまない。勝ち負けっていうのは、俺の中の俺との勝ち負けがあるだけ。俺との勝ち負けがあるのか。とにかくでも理不尽なことが起きたときに、これうまく言えないけど、笑顔になったときに、よし、俺をやったねっていう、本当にその時だけはなんか勝利宣言みたいなことが言えるよね。競争、まあ、でも子供は競争好きなんでね競争するよりも協力するね。まあ今日のね、これはまあ、これは本当協力した、ね、競争、子供たちとか、部活とか行ってね、競争するとみんなテンション上がるけど、でもそのグループグループでね、勝つためにみんな協力してますからね。そうだから、これはめっちゃ正しいし、すごいで、こういうことをやってる。ただ競争もうまく、今日みんなが協力し合えるように、うまく使ってますね。ありがとうございます。今日もね、素晴らしい言葉を。よし、ということで今日は何、今日は、たくさん学んだ一日でしたね。その悟りっていうのもなんか再確認させてもらったし、朝のね、鴨脇さんのお題でもなんか自分の人生のね、この行き当たりばったり人生って最高やねっていうのをなんか、ドラえもんのね、どこでもドアで感じさせてもらえたっす。ということで、学び大きい一日でよかったね。はい、ほっほっはっはっはっほっほっはっはっはっ、イエーイ、イエーイって、これを井上さんが見てくれよっていうのがびっくりしたんで、ね、ありがとうございます。まあね、なんだかんだ言いながらね、一気に151にもね、チャンネル登録数がなんか50ぐらいをちょろちょろとかね、もう最初はでもね、ほんと全然ね、食えなかったですからね。で、50ちょろちょろで100いかないぐらい、70、80ぐらいの時もね、こうなってて、本当NHK でボコーンってね、150ぐらいまで行って、そうそうで一人、井上さんが言ってた、ついてる人間でね、メジャーになるあれが広がるって、言ってたんでね、まあ本当にその通りだなと思いますね。まあ、ただそれはね、もうちゃんと俺の目の前にやってくるんでね。はい、そうです。もうこうなんか求めなくても、もうやってくるものはやってくるんでね、やってきた時に、はい、いいですよって言ってやるだけです。よっしゃ、大丈夫でしょうかよ。俺ほほは言ったもんね。大丈夫でしょうかよ。大丈夫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  OK、 ついてるってなんとかなるでしょうかよ。なんとかなる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 、ついてるって10回よ。ついてる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 。今日はなんか結構学んでまったりした一日やけ、そんなに喋ることねえかなと思ったら結構喋ったね。よし、ちゅうことで3級で、あ、じゃあもう良くなる4級で終わろうかね。あ、すごいわ、8もあるし。ついてる笑顔でにゃん4級プチ。